こんにちは、チルカンです。なんということでしょう。2023年7月21日とんでもない情報が舞い込んできた。こちらです。 Mr.Children ニューアルバム Miss You 発売決定と Mr.Children ツアー2023-24 Miss You 開催決定と、もういつも本当日常に刺激を与えてくれますよね。とりあえずニューアルバムから見ていきましょうか。21枚目のオリジナルアルバム Miss You が2023年10月4日水曜日にリリース決定しましたと。21枚目、皆様大丈夫かとは思いますが、 SNS とかでつぶやくとき気をつけてください。 21th じゃないですよ、 21st なんですね。まあそれはいいとして、収録曲の前に特設サイト行きますか。はい、このアーシャ、一応森本さんがポートレイトって表現してたのでそう呼んだ方がいいのかな。こちらの写真撮影をされたのが藤井保さんという写真家の方らしくて、カップヌードルとか無印良品の広告写真も撮られた方みたいですね。みんな凛々しくて、どこかビートルズを彷彿させるような佇まいもかっこいいですよね。この手前の2人がボケてるっていうのもなんか意図があるんでしょうね、きっと。はい、でタイトルが Miss You と、直訳すると会いたいとか恋しいとかっていう意味だそうです。ラブソング多めの感じなんですかね。でリリースが10月4日と、なのであと2ヶ月。で注目の収録曲ですよ、13曲全部新曲と。1曲ずつ考察していきますか。でまず I Miss You から、これは表題曲と言っていいのかな。意味的にはアルバムタイトルの Miss You と似たような感じみたいですね。どうなんでしょう、これが YouTube とかで上がってる Miss You ティーザーの曲の可能性がまあ高いのかなと。あ、動画皆さんご覧になりましたよね、あの8分の12拍子、ノットハンドとかでおなじみですが、歌うの難しそうで、まだあの動画だけではよしあしの判断とかできませんが、衝撃度はやばかったですね。リード曲になるのかな、まさかのインストってことはないと思いますが、でもリードってやっぱり 1,2,3 曲目あたりに持ってくる傾向にあるので、まあ、期待したいところですね。で2曲目が 50s マップ大人の地図、 50s マップ直訳は50年代の地図。これはもう僕ら以上の世代の方は真っ先にあれが浮かんだのではないでしょうか。17歳の地図 70s マップ尾崎豊、名曲ですよね。まあ、おそらくそこからのインスパイアなのかなと。なんだろうな、僕のイメージとしては同じ2曲目にもなっているファイトクラブとかをイメージしてしまいますね。まあ、50歳になった彼らだからこそ書けた曲であることは間違いないと思うので、これも楽しみです。で3曲目、青いリンゴ。青いリンゴとくれば赤いリンゴとの違いを考えてしまいますが、ちょっと以前調べてみたところ、まあ、どうやらその色の違いっていうのは持って生まれた色素の違い、かつ赤いリンゴでも若い実は緑色をしていると。深いですよねこれ、意味深ですね。そして4曲目、 Are you sleeping well without me? 発音合ってるか分かりませんが来ました、 Everything is made from a dream 並みの長文タイトルですね。意味は直訳すると、私がいなくてもよく眠れていますか、みたいな感じだそうです。アルバムタイトルが Miss You になった理由はこの曲にもなんとなく隠されていそうな感じはしますね。はい、続いて Lost。 懐かしき海外ドラマの Lost が思いつきましたが、うん、あれは結末が自分好みではなかったので触れないでおきましょう。まあ、関係ないとは思いますが、まあ、気になりますね Lost。 で次ですね、パッと見ミスチルっぽくない感じのタイトル、アート神の見えざる手。これはね、おそらくアダム・スミスというイギリスの哲学者が唱えた国富論っていうものがあって、それに基づいて書かれた曲なのかなと推測します。まあ、詳しくは国富論かアダム・スミスで調べていただけたらと思うんですが、まあ、ざっくり解説すると、自分の欲しいと思ったものを買うことがこう市場を通して社会全体の利益になるというような考え方が国富論の一つであって、まあ人それぞれ様々な欲があるじゃないですか。例えば自分が今牛肉をどうしても食べたいと思うとします。で
その牛肉を買うことによって牛を育てる人、解体する人、加工する人、販売する人など様々な人が儲かるわけじゃないですか。で結果自分のたった一つの欲によって社会全体が潤う、そういう考え方なんですね。つまり牛肉を欲しいと思った自分自身はその過程には関与していないのに、ただ何百円のお金を払っただけなのに社会全体がハッピーになっていく、それが神の見えざる手によるものという解釈です。だからそう、それをイコールアートにしたということは、その芸術っていうものも誰かの欲求によって生み出されている、そういう意味でのイコールタイトルなのかなと思います。とか言ってね、全く違う意味だったらごめんなさいね。はい、次行きましょう。7曲目、雨の日のパレード。これも関係ないかもしれませんが、このタイトル見た瞬間僕は日比谷音楽祭2023で披露された雨が止んだらを思い浮かべました。あの曲って雨が止んだら、つまりコロナ禍が終わったらいろいろ楽しいことが待っているよっていう曲だったじゃないですか。もし雨の日のパレードの雨の日っていうのがそれを指しているとするのであれば、そんな辛い時期にどう楽しく過ごせるかっていう風な曲にも捉えられますね。まあ普通にラブソングの可能性もあるんですけど、これも楽しみですね。で続いてがパーティーズオーバー、パーティーは終わった。あ、これって前の雨の日のパレードとつながるのかな。いろいろと妄想が膨らんでしまいますね、このあたり。もしね、アルバム深海みたいなコンセプトアルバムだったとしたら面白いなという流れですね。まあ、それで言うと次の曲もつながってるような感じはしますね。9曲目、 We have no time、 時間がないとね。そう、パーティーに間に合わない、もう終わっちゃったっていう解釈もできなくはないですね。どうなんだろう。でももしミスユーが一つのコンセプトアルバムだとしたら、ミスチルファンは発狂者ですよね。ネットがいい意味で荒れそうです。そして獣道と、獣道、実際どういう道なのかと調べましたら、まあ野生の動物が通ることによって自然にできる山中の道とのことで、まあ夢とか目標を追う人のことを歌った曲なのかなと。スピッツにもね、獣道という表記は違うんですけども、ロックテイストな応援歌的な曲がありますが、この曲もそんな応援歌になりそうな匂いはしますね、獣道だけに。はい、そして10曲目、黄昏と積み木。なんでしょう、イノセントワールドとサインを足したような名曲の予感がするタイトルですね。黄昏と積み木ってなんか共通点あるかな。共通点はなさそうなので、まああくまで予想ですが、僕がこのタイトルで歌詞を書くとすれば、例えば恋人と二人で頑張って積み上げてきた、育んできた積み木、それを別れてしまったことによって、その積み木を主人公は黄昏ながら一人眺めている、そんな曲かもしれないですね。まあ積み木なので倒してしまうという表現もできなくはないかなと。はい、きっとこれは名曲。さあ、あと2曲、次はデジャブ。これはあのデジャブですよね。どうなんだろう、ラブソングだとしたら初めて会った人なんだけど、あれ、いつかどこかで会ったことがある気がするな、そんなデジャブから恋が生まれるみたいな、わかりませんが、でもこの表記的にもしかしたらダークなロック調の曲、例えばワルツとかポケットカスタネットとか、そのような感じの曲に想像もできますね。まあただ最後から2曲目ってかなり強めの曲を持ってくる傾向にあるので、かなり壮大な曲なのかなとも思います。はい、では最後、おはよう。これまたシンプルに締めくくりますね。いつも最後の曲っていうのはバラードが多かったりしますが、まあ、個人的にはね、あんまり覚えてないや的な曲調をイメージしています。はい、全曲考察はこんな感じですかね。で初回完全生産限定版と通常版があると。まあ、通常版でもスリーブ仕様なんで、まあ、ちょっと豪華な感じなのかな。僕はもう両方とも予約済みです。で全国共通店舗特典としてオリジナルステッカーがついてきますと。でこれまだ予約してない人へ向けてなんですけども、今回どこで購入してもこのように特典は同じなのですが、いろいろコレクションしたい方に関しては楽天がおすすめです。なんでかっていうと、はい、毎度おなじみなんですけども、この楽天ブックス
限定配送パックっていうので送られてくるんですよね。なのでいろいろ集めてる方にとっては楽天で買うのが一番いいのかなと思います。はい、概要欄にリンクを貼っておくので予約まだの方はぜひ楽天のサイトをご覧になってみてください。でもろもろあって、あ、これですね、制作の過程というかこのアルバムがどういうものかっていうのが書いてありますね。新曲永遠と生きろが入っていない、それはつまり30周年を超えた半世紀への長きにわたるロードを Mr.Children が再び走り始めたアルバムであることを証明していると。いや、ここでねロードっていう言葉を持ってくるのずるいですよね。あの意味は全く違いますが、ファーストアルバムエブリシングの1曲目ロード・アイ・ミス・ユーをどうしたって連想してしまうじゃないですか。このアルバムの1曲目がねアイ・ミス・ユー、ロードつければロード・アイ・ミス・ユーと、偶然なのか分かりませんがこのあたり誰とくラジオとかで触れてほしいですね。はい、で今回のアルバムは Mr.Children 史上最も優しい響きに満ちている。なんでかっていうと今回のアルバムは4人だけで集まりプライベートなスタジオで作られたということですね。優しい驚き、ミスチルは再スタートの時は優しいという言葉にたどり着くんですね。優しい歌しかり、いいキャッチコピー、楽しみですね。でアートディレクションは森本千恵さん、あ、ポートレートって言ってますね、ポートレート写真とジャケット、そうジャケットもこちらの藤井保氏による取り下ろしと。でマスタリングはランディ・メリルさん、あ、これねあのサウンドトラックスと同じ方ですね。これは期待していいんじゃないでしょうか。サウンドトラックスの音めちゃくちゃいいですもんね。レコーディングはアナログなのかな。いやでもアナログだったらアナログって書きますよね。まあ、なので今回は普通にデジタル録音なのかな。はい、で同時発表で全国ホールツアーの開催が決定と。ということでざっくりとツアーも見ていきますか。はい、Mr.Children ツアー2023-24 Miss You、まあ、もう皆さんご存知かと思いますのでサクッと見ていきますね。はい、ファンクラブの選考だけ始まってますと。で今発表されているスケジュール的にホールツアーということですが、まあ、ただね虹とか光のアトリエみたいにホールツアーなんたらとは書かれてないのでまだドームやアリーナもしくはスタジアムなどがこの先あるのかなと予想はできますね。で映像化は多分その大きな会場で行われるのかな。いや東京とかを除けばキャパが2000人前後らしいのでこれはまあ本当に当たったらラッキーという感じで応募するしかないですよね。ちなみに僕はもうファンクラブ選考は応募済みで東京の 2days と埼玉の3つの希望で応募しました。まあ激戦区ですが関東住まいはもうしょうがないですよね。千葉も考えたんですけど千葉は今回は外しました。まあどこを応募してもね倍率は似たようなものだと思いますのでね、もうこればっかりは運任せというか。はい、チケットの値段もどんどん上がってますね。まあそれがバンドの価値になるならそれは受け入れましょう。で応募の仕方は、まあ、今回は割愛しますという感じですかね。はい、いや本当に楽しみ。タイアップはどうなんだろう、これからどんどんついてくるのかな。さすがにね発売日まで一切流さないってことはないと思うのでこれから10月まで目が離せないですね。とりあえず10月3日のフラゲ日には開封動画も上げたいと思っております。なのでまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではあと2ヶ月、ツアーまでは1ヶ月ちょっとですか。いろいろと楽しみに過ごしましょう。では今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。